ボルチモアハイオ鉄道博物館。ボルチモアハイオ鉄道博物館 b o レールロードミュージアムは1953年7月4日に開館した時点ではボルチモアハイオ交通博物館という名前であったアメリカ合衆国メリーランド州ボルチモアにある歴史的な鉄道施設を展示する博物館である。この博物館は 世界で最も貴重な鉄道遺産の集積であると言われていて、アメリカ合衆国で最も古い鉄道施設である。1829年にボルチモアオハイオ鉄道によって開設され、マウントクレア工場の所在地の一部である、同鉄道のマウントクレア駅と隣接する線形湖に位置している。マウントクレアは、1830年5月22日にアメリカ合衆国で、 最初の定期旅客鉄道輸送が開始された場所であるためアメリカの鉄道発祥の地であると考えられている。博物館と駅は1961年9月15日にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。博物館には19世紀から20世紀にかけてのアメリカの鉄道に関係する品物が所蔵されている。収蔵物には 250両の鉄道車両、15000の鉄道関連備品、5000立方フィート、140立方メートルに及ぶ文献、歴史的な線形庫を含む4つの19世紀の重要な建造物、アメリカ合衆国で最も歴史的に意義のあるとされる1マイルの線路がある。この1マイルの線路では4月から12月までの水曜日から日曜日までと1月の週末に 列車への乗車体験が実施されている。2002年には年間16万人が訪れた。博物館には屋外の人ゲージ鉄道模型のレイアウトと屋内の歩、ゲージレイアウト、そして子供が登って遊ぶことができる木製の鉄道模型もある。感謝祭から新年にかけて地域の鉄道模型グループが線形庫と博物館の中の一部の選ばれた場所に 大型のレイアウトを設置する。ミュージアムショップでは、玩具や本、DVD、その他の鉄道関連グッズなどが販売されている。2008年には、テレビ番組、ニコロデオンの親が選ぶ賞で、子供向けの最善の博物館、子供向けの最善の屋内遊び場、少年向けの最善の屋内遊び場の3部門で賞を獲得した。2014年9月5日より、 埼玉市大宮区の鉄道博物館と姉妹館として提携することとなった。1830年5月22日のボルチモアハイオ鉄道の開業式典では、アメリカ合衆国で最初の定期旅客鉄道運行として、馬車鉄道が新しく建設された13マイル、21キロメートルの線路を、マウトクレアからエリコット、ミルズ、現在のエリコットシティの設計による、 千景庫は客車を整備するために1884年に建てられた。ボルチモアオハイオ鉄道では、その長年の歴史の中で広報目的でその機関車や関連する備品を収集してきた。これらの収蔵物は永久に保管できる場所に集約することが決断されるで、多くの場所に保管されてきた。 マウントクレア工場の車両整備庫が選択されて、新しい博物館が1953年7月4日に開設された。博物館はボルチモアハイオ鉄道そのものより長く存続し、同社を引き継いだチェシーシステムと CSX トランスポーテーションもそのままに保存してきた。1990年に CSX トランスポーテーションは新しく設立された。 非営利の博物館組織西さんと収蔵物を引き継いだ。1999年にはスミソニアン博物館と提携した。2003年2月17日早朝、豪雪により線景古の屋根が半分陥没した。線景古のみならず内部の収蔵品にも大きな被害を受けた。収蔵品のうちの一部は修理できないほど破壊されていた。 後日被害を報じた新聞ザ・ボルチモアさんでは崩壊の数時間後押し潰された鋼鉄の支柱が線稽古から突き出していた一部は1830年代から残る機関車と客車の収蔵品が雪と瓦礫に覆われているのを見ることができたと報じている新しい屋根で線稽古を修理し2004年11月13日に再開館した被害を受けた 収蔵物の修理は現在も進行中である。線形庫内では屋根の崩壊で被害を受けたうち、サッチャー・パーキンス号を含む産業の機関車が保護ガラスの内側ではあるが引き続き展示されている。屋根の崩壊とその後の資金を集め、修理により博物館は多くの施設を新しくすることができた。2005年には博物館は線景湖の西側に 歴史的な設備の修理と活動している設備の保守のために新しい備え施設を開設した。博物館には原型のものほか複製品も展示されている。複製品の中にはボルチモアオハイオ鉄道が1927年に100周年の鉄馬の祭点に向けて制作したものも含まれる。特筆すべき展示物としては以下のようなものがある。 ボルチモアドハイオ鉄道のエリコットシティ駅はアメリカで最も古い駅であり、これもまた博物館の一部を成している。駅本屋は1830年から1831年にかけてボルチモアドハイオ鉄道により建設された。この場所には1885年に建設された貨物施設や最初の馬車鉄道用の客車のレプリカ、1927年製。 i イマイナス5車照射もある。展示は、アメリカの最初の鉄道を建設し運営した人々、南北戦争における鉄道の役割、鉄道交通の発展によってもたらされた変化に焦点を当てている。貨物施設内では、40フィートのホゲージ鉄道模型のレイアウトで、ボルチモアとエリコットミルズ間の13マイルの最初の鉄道路線が再現されている。 博物館では活発な歴史に関するプログラムも行っている。2006年3月からボルチモアハイオ鉄道博物館の会員はエリコットシティ駅に無料で入場できるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。